3月1日、2年ぶりに開幕となります壱岐島戦デスマッチサバイバー、本日、出場選手、チームの上田選手に、集まっていただいております。ではまず左手 A ブロックの各選手から意気込みを、語っていただきたいと思います。やっと壱岐島戦に出れるなと思っております。まあ、今回の壱岐島戦は、自分が主役の自分のための壱岐島戦だと思っています。自分のステップアップになるにはちょうどいい、メンバーが揃ってるんじゃないかと思ってますし、まあ、伊藤選手、武田選手なんかはちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ、あと2人は別に、まあ、特に眼中にはないです。はい、まあ、勝って当然だと思ってますから、まあ、今回の壱岐島戦は僕が一番目立って、高橋正也が壱岐島戦は一番すごかったなと思うような試合になると思いますので、皆さん期待しててください。以上です。はい、壱岐島戦初出場で初優勝、今までにないことをね、皆さんしたことがないことを自分が成し遂げるために一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ここはやはり優勝して、もちろん A ブロック代表星野角郎、やっぱ B ブロックはな、お前が出てくる。まさに昔のプロ野球で言えば日本シリーズ黄金カード、西武対巨人のこのカードでいきたいと思います。っていうことはやっぱり優勝です。優勝してやっぱり押し売りの方も、勢いつけていただきます。まずは開幕ダッシュをお願いします。よろしくお願いします。まあ、こんな本物のバカたちと一緒じゃなくデスマッチバカっていうのを俺が見せてやろうと思いますんで、まあまあ一番要注意は伊藤隆二だと思うんで、伊藤隆二にもシングルで勝ってないんで、がっちり勝って俺が大日本を、いやデスマッチ界を引っ張っていきますんで、よろしくお願いします。第1回目の時は自分はチャンピオンで不参加で、前回の時は全勝優勝ということで、今回も優勝を狙ってで、デスマッチの、ベルトにまたたどり着くように頑張っていきたいと思います。B ブロック植木隆之選手から壱岐島戦、公式リーグ戦、初参戦、そして、いろんな各選手、このデスマッチのルール上でのシングルというのは、ほとんどが、初ということで、いわば壱岐島戦の童貞みたいなもので、ただ本命は伊藤隆二選手と決勝で当たることが一番の本命でございます。その気持ちで、行きたいと思いますんで、どうかよろしくお願いいたします。去年5月に大日本プロレスを退団して、まあその当時も全然最近までもまさか壱岐島戦にまた出れるとは思ってなかったんで、デスマッチでの自分の価値と、必要性をこれで高めていって、本当にチャンスは掴んだと思うんで、あとはチャレンジするだけだと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。昨年、初めてストロングの方の壱岐島戦に出させてもらったんですけど、そこであんまり結果が出なくて、まさか今回このリーグ戦に出れるとは思ってなかったんですが、今回出れるということで、ここで全部勝って兄貴と一緒に、決勝で当たれたらいいなと思っております。で、決勝で、自分が勝って、兄貴が作った借金を自分が返したいと思いますので、応援よろしくお願いします。壱岐島戦は一昨年出て2回目なんですけれども、そのね、この2年間の間にね、自分は会員体道場で坊主連合というチームを作りまして、あとシングルのチャンピオンにもなったりしまして、いろいろこうね、自分は自分なりに成長していると思うんで、その成長したこの2年間で成長した稲松三郎というものをね、出せばこのね、壱岐島戦でもね、いい結果が出せるんじゃないかと。そんで今回はね、同じ会員体からね、関根も出るんで ね、お互いね、刺激し合ってね、ね、それでね、ぜひともね、会員体にね、本当いい結果を持ち帰りたいと思いますので、よろしくお願いします。
今もっと先の両国技館を見てますので、もうここで B ブロックを突破するのはもちろんのこと、 A ブロック代表の試合を勝ってやっぱりデスマッチに小高勇は必要だなと思わせで、で両国技館の大会でメインで宮本優子と当たれたらなと、それが一番です。そういう思いもありますんで、まあ、是が非でも勝つために楽しみます。1月2月は試合数が少なく流血の貯金がいっぱいできてますので、3月になって暖かくなってきたら全国を血で染めようと思います。全国のプロレス会場、全国の小林ファンの皆さん、楽しみにしておいてください。こいつだけは負けたくないという人であったりとか、この人との公式戦を意識してるっていうのがあれば、ちょっと一人ずつお聞き願いたい。はい、そうですね、まあ関根隆一には、まあ、負ける気はしないんでどうでもいいですね。まあ星野勘九郎はもうなんだろうな、おばあちゃんのお手玉みたいな顔して、もそろそろ初老だろな。初老、あの初老だろ、もういい加減いいんじゃないのか。当初は一戦一戦ね、先のことを考えると集中できなくなると思って、自分はもう一戦一戦大事にしていこうと思ったんですけど、さっきそういうふうに高橋正代に言われたんで、ちょっとそうですね、言われた分は試合で やってやろうと思います。なので高橋正代は今言ったことを、ね、後悔させるようなデスマッチできるようにやってやります。以上です。お前、おい、初老って、まず初老ってどういう意味？初老って言葉知ってる？初老は分かんない。要は何？お前、初老何？初老ってなディスってんだよ。俺もディスってんだよ。説明してやるよ。初老っていうのはもうちょっとおじいちゃんになるちょっと手前みたいな。早い早いって。そう、早い早いって。ソロ、ね、ソロソロかソロじゃない、ソロって言ったんだ。合ってるよ。じゃあ、あ、いいよ。まあちょっとね、確かに俺も今シワが増えてきたよ。まあ、あのここでは言えないけど、んたまみたいな顔ってよく言われるけどよ。んたまみたいな顔って言われるよ。言われるけどさ、じゃあよ、そのよ、俺、お前そういう顔、そういう年齢だったらお前俺の気持ち分かるわ、もう。まあ、そのよ、そのんたまのよ、意地見せるから。分かった、言えねえから、んたまの意地見せるから。以上。面白くなってきた。レベルが低いですね、もう、言ってることは。もうそういうね、レベルの低いやつだと、一緒にはされたくないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、うん、こういうレベルの低い人たちは、なんちゅうにないんだよな。伊藤隆二には本当に一回もシングルで勝ってないんで、ね、そこら辺ですね。あとはもうちょちょいちょっと、はい、玉でもなんでもしわくちゃにしちゃいますよ。はい、はっきり言ってこいつらも話がもう長い上にクソつまらないので、はい、自分はもう全ての人間をターゲットにして、全勝を目指して頑張ります。はい、ありがとうございます。負けたくないのは全員に負けたくないですけど、一番負けたくないのは稲葉選手です。はい、この間の新木場でも、はい、あの1本取られているので、今回の一騎当選で取り返してみたいと思います。まあ、この B ブロックには本当にアブドーラ、小林から植木隆之までいるんで、なんていうんですかね、ベテランから、まあ、若手っていうか、まあ、自称ですけど逸材っていう人間がいるんで、全員は本当にあの要注意というか、あの負けたくないという気持ちは全員にありますね。はい、まあ、B ブロックで言うなら、まあ、植木以外の、全員には負けたくはないんですが、やっぱその中でも一番負けたくないのがやっぱ、小高勇選手ですかね。前回新木場で、初めてメインシングルでやらせてもらって負けてるんで、そのリベンジを、また新規場でできるということなので、そこで、勝ちたいなとは思っております。まあ、植木はもう正直言って眼中にはないんで、はい、以上です。はい、まあ、全員が強敵でもう
全員気抜けないんですけれどもね、やっぱあのこの中でね、あのまだ唯一シングルマッチをやったことのないあの植木選手とね、シングルやるのはね、本当楽しみだと思うんです。うん、そうですね。まあ、負けたくないというか、まあ楽しみにします。はい。はい、ありがとうございます。では、小高選手お願いします。そうですね。年末に見た愛してますコントラ愛してますが、僕の中では衝撃デスマッチすぎて、ちょっと小林さん、何かかけましょう。え、何かかけましょう。やめよう、そういうの。いつでしたっけ、どっかの新規場、どっかの新規場、3月10日の新規場で一発いたします。あれ、意外と時間なかったですね。やめよう。なんかかけましょう。なんかかける。はい。なんかかけましょう。まあちょっと考えてください。わかりました。考えてきます。小林さんも空いてるので、3月10日なんかかけて、なんかコントラなんとかで、いきたいと思います。まあこういうリーグ戦なんで、最終的には、己との戦いだと思います。はい。完走目標ですね、これは。自分自身に勝つのが一番だと思います。で、おのずと結果は見えてくると思います。